てないとかや。あなたの役割は、まあま、占い師。占い結果は初日はランダムに占われます。もう嫌な予感しかしないわ。人狼ではありませんでした。まあ黒狼追わなくてもいいけど、4番の白を抱えてる状況ってもうハンデしかなさそうだけど、まあいいや。まあもう諦めましょう。黒狼追わなくていいから。昨日本当に変なことやってる SG の狼とか、まれにいいんだよな。 SG の狼えらい目にあったからね。 SG の狼釣らないっつってる。 SG で大体ライン切られてんだから、全員から釣られそうになってるやつが黒に見えてるかっつ話したから。狂人の方が真に見られてえらい目にあったけど、朝が来ました。初日の襲撃はありません。あなたの発言です。はい、うん、まず、まあ、例の決め打ちをした方がいいと思います。まあ、できれば努力義務って感じかな。まあ、やってみる、頑張って、ダメだったら追切る。うん、あ、聞こえない、聞こえない、あ、聞こえてる。あーい、霊能釣り切る努力はしてみたらっていう。無理だったら釣り切ったらっていう。うん。わからないとか、なんかもう狂人のような感じがしてるだったら二日目釣り切るしかないじゃん。あ、やらかし、初日にやらかしたんだって気づいたら。うん。まあ、はい。と思いますよ。はい。そう思います。あとはもう人狼に投票するっていうか、もうと、投票放棄しないってことをしてほしいですね。もう一票入れる。うん。はい、もう、まあ、怪しいところに入れるってことをやってほしいと思ってます。はい。6番さんが発言します。はい、6番プリティことヒッキーです。よろしくお願いいたします。5番さんからスタートでね、5番さんの発言が聞こえなかったんで、多数言って、途中、人狼に投票放棄、うん、違う、何投票放棄はしないでほしい、怪しいところに入れてほしいっていうところから聞こえました。だから5番さんは、うん、全部が聞けてないので、もう2週目っていうところです。私の思考開示、占い師さん出て審議をつけ単体精査し、そうね、その LINE のつながりって私すごく苦手なんで、もう単体で違和感のあるプレイヤーさん、次の私の得意なことを伸ばす方法もあるし、それにはやっぱり苦手なことを話を聞く、苦手を改善していく方法もあるし、違和感ある人をピックアップしていきたいかなと思ってます。野球だってそうでしょ、はい、長所を伸ばして自分高めていく方法あれば、弱点を克服して長所に変えていく方法あるじゃん。はい、ドラフトジュエです。まあ、6番さんはライン精査ができないから単体精査、おばさんに関しては霊能を決め打つ、で投票は必ず入れる。特にしっくりは来なかったですね。まあ、シーティーになったら5番さんがその霊能審議は決めるっても太鼓が出る前提で物を話してるのはうんって思ったし、別になんか投票入れるって当たり前のことなんで、別にそれ1周目の1番手でもう自分の思考開示もしないで、まんま無駄にしてる人だからあんまり印象は良くないです。自分に関しては黒と白とかちゃんと理由つけてはっきり言いたいなって思ってます。自分にもそうだし、まあ、他の人もちゃんと黒い理由とか白い理由とかちゃんとそこをあと無駄に生存意欲ある人、理由がないのに無駄に生存意欲がある人になるかなと思って以上です。8番さんが発言します。はい、お願いします。まあ、7番についてはおおむね同意かなと思いますけど、なんか最後の生存意欲だけはちょっと違うかなと思ってて、まあ、村でも何でも なるべく生存意欲は出てくるもんだと思いますけどね。自分が残れば勝ちに近づくのでっていうことぐらいかなと思いました。6については、まあ、単体精査でライン精査苦手っていうのは本当ちょっと意見は違いますけど、まあ、クロスではないかな。ライン精査とか、なんかライン切りとかを結構多い方なので、自分
で5番さんについては、まあ、確かにその西を出ることを前提で話してるなとずっと聞きながら思ってたんですよね。例の決め打ちと、あの、まあ、投票せずに司会と人狼に、人狼狙って入れましょうって。例えばなんか夜会話とかで人狼同士で、霊能に相方が出ますって言ってるのかなと、まあ、5番さんが霊能で出ようとしてるのかなとか、ちょっと勘ぐっちゃいますね。9番さんが発言します。はい、霊能です。霊能です。まあ、感想みたいなところをちょっと言っていくと、5番に対しては、まあ、霊能精査するのは別にいいんだけど、大事なのは占い師だったりグレーだったりするから、その一人で考えるのはいいんだけど、発言の内容としては、その霊能、例えば1分間ずっと霊能の真偽ばっか話すとかはやめてほしいと思ってます。で、そうか、7番に対してはちょっと最後の辺ボソボソって言ったね、何言ってたか分かんない、ちょっと聞き取りづらかったけど、なんか生存意欲がある人が黒いとかって言ってたと思うんだけど、あんまり、なんだろう、こういう人を黒く見ますっていうのは公に言っちゃうと、あんまりその精査って意味なくなっちゃうから、やめた方がいいんじゃねって思ったのと、8番はなんか、なんだっけな。やべ、忘れた。ごめんなさい。っていうぐらいで、まあ、別に黒寄せとかあんまり見えてないですけど、それだけちょっと注意しておこうかなと思って、思ってました。はい。1番さんが発言します。うっす。お願いします。まあそうですね。まあいろいろありますよね、考え方。うん。まあ苦手なことはしなくていいと思ってるんでね。うん。ラインが苦手だったらもう単体で言ったらいいと思うし。ね。好きにやりましょうよ。ゲームなんで。まあそうですね。まあ僕が今投票するとしたら8ですかね。なんか5に対する考え方がなんかね、村っぽくねえなと思って。なんか5が霊能出ようとしてるんかなとかさ、相方が霊能出るんなんか知ってるんかなとか、なんかそういう勘ぐりする。だって5が人外で霊能語ったら絶対死んでてくるの分かってんじゃん。で、じゃあ新決め努力義務にしましょうとか言ってさ、自分が釣られたらもうほぼ負けじゃね。5の陣営、5が人外やった時絶対せんと思うけど、そんなこと。イエス。2番さんが発言します。お願いします。なんか1番がちょっとよく分かんなかったかな、俺にしては、とってはね。まあ8がそう思っただけで、別にそれはそれでいいんじゃない。8はそう思ったんでしょ。まあ2周目どうなるか知らんけど、なんか得意なことをやってほしいんでしょ。1番ってみんなが得意なことやればいいと思ってるんでしょ。じゃあ自分が得意なことを2周目出してってもらいたいなと思ってて。ってことかな。だから、今のところ、正直一番が俺にとってはよくわかんなかったんで、一番釣りたいかなと思ってます。くらいかな。まだね、盤面が確定してないんで、2周目確定してから、はっきりここっていうところ言っていきます。以上です。3番さんが発言します。占い師です、六白。占い師です、六白。把握お願いします。グレーの中で気になるのは8、7って感じかな。っていうのも、8番目線で5番が人狼で CEO、 霊能 CEO を検討してた人物ではないか、夜会話でって言ってたんですけども、5番の発言の原文からすると、5番は霊能を精査する立場としての発言をしているわけなんで、その上で決め打ちをしたいっていう人物の発言が5番で、考えた時に5番ってそもそも霊能 CEO できない人物なんです。にもかかわらずそこで8番が5番を睨む理由自体がそもそも成り立たないかなっていうのが一つで、7番に関してはそもそも意味もなく生存意欲がある人物を怪しむってことだったんですけども、そもそも市民陣営であれば自分の縄を飲む行為自体が村にとって利にならない行動なんですよね。自分の城を一番分かってるのは自分なんで、にもかかわらずそれを怪しむっていうのは成り立たないかなと思いました。2番1番に関しては2周目発言します。4番さんが
発言します。はい、まあ3番さんしか出てないしね、占いが。で、旧霊能でしょ、まあ、2戦目どう変わってくるかわからんけど、まあ、ただなんか5番さんが多分2週用顔面の時のなんか霊能決め打ちとかって言ってるけど、じゃ誰がそれを飲むの、その進行誰が飲むのって思ってるから、まあ、勝手に言わせとけばいいかなって私は思ってたよ、5番さんに対してはね。まあでもそこをさ、なんか見えてんじゃないとかって確か誰か言ってたよね。8番さん、私8番さん一番印象いいなと思ってんだけど、だから3番が7、8怪しんでる、8番も含めてんのはちょっと違くない？だったら1番落とした方が良くないって私は思うけどね。1番ローじゃないこれって思ってるけど、私はね、締めの段階ではローズと睨んでる。あなたの発言です。はい、あ、78でいいですよ。うん、3738かもしれないんで、78が話を汲み取れていない。あの、人外だけど3番の方が汲み取れてるっていうか、釣り切るという言葉が出てる以上一言なんですよ。自分が霊能で釣り切ってくださいって言ってるやつなんて死んじゃないでしょ。他人の霊能を決め打つ努力をしましょうと言ってるだけです。はい。僕はなるべく言う、で、あと、釣り切ると言ってます。わからなければ釣り切るが入ってるんだけど、そこが入ってないんですよ、7と8って。7に関しては、思考開示言えてって言った言葉が理由つけて言う。あ、理由つけないで話す人の方っているんですか、7番に言うけど。教えてくれないですか、このゲーム性で。理由つけて話す人が多いでしょ。当たり前のことを言って生きられても困るって話だし。8に関しては、汲み取り不足。肝心が言ってることは正しいですよ。釣り切ると言ってて、霊能が出てきたら俺芯取れるわけないだろう。うん。5番の人は人事のように話してるんだから、霊能ではない。そうなんですよ。うん。釣り切ることがもう一つありますよね。占い師。でも、ヒロシャンっていう人、5番の人ね、占い師って、だから、占い師に関しては言ってないんですよ。うん。そういうところもちゃんと考える。そういうのが日本語のちゃんと文章を汲み取れば、5番って、あ、占い師のことについては触れてない。あ、霊能のことだけ決め打つという話をしている。あ、5番は占い師だったから占い師っていう言葉が出なかったんだ。そうだよね。普通決め打つたら占い師っていう言葉が胃の一番に出るからね。78釣ります。以上です。6番さんが発言します。はい、2週目というところで、霊能さんが9番さん、さんが私白、5番さんが4白白っていうところで、3番が対抗なのに5番さん、3番正しいって言っちゃっていいの ?3 は7、8を視点を向け、5番さんも7、8。6番さんってね、話を聞いてないからね。正しいって言葉しか聞いてないから、さっきのゲームもそうなってるの。ことは何の話が正しいかを聞かなきゃいけないのね。それとも、1、2、3、こんな6番なんか無駄ならないから、もう勝手にして。考察を落としてるか。こんな話も聞けてない人なんて、占って隠し論したって、どうせセサミスするから、もう。緊張感を持った方がいいか、片白のままで。だから、その5番さんが霊能の話にはわかるけど、じゃあ3の人外の、相方がどこなのかっていうのをちょっと言ってほしかったかな。なんか5番さんなんか新っぽくないな。そうね、7、8に触れるとしたら、その霊能決めつけましょうっていうの、私は安定思考派だからね。聞こえてないなら聞こえてないで。それは前半に言ってたのか。3、7、3、8かもしれないって言ったじゃん、あれほど。ごめんなさいね。あの接続切れちゃって、5番さんの発言は一瞬目全然聞いてなかったから。狼が精査をしていない。そこから7と8の黒い要素を上げたじゃん。で、7番さんは、疲れた。大事なのは、占いとグレー。だからもう6の人は片白にするんで、緊張感を持って精査したい。あ、それは、あ、9番さん、ごめんなさい、ちょっとメモしながら。白白にしても、どうせセサミスしちゃうから、これじゃあ。そうよね、それを言ってた。あ、時間。ちゃんと話、汲み取ってから文句言ってくんない？もう。7番さんが発言します。
まあ、3番さんに言うと5番さんみたいな人です。結局霊能、出ること、太鼓が出ることを前提で前置いて、で俺は6番に対して、5番っていうのは、霊能出てきたら、決め打つけど、決め打ちますって言ってましたよって俺説明してる。そもそも3番なんか強人かもしれないけどね。5番がなんか語弊こいてこういう人のこと言ってます。理由がないのに、理由がなんかすげえなんか安っぽい理由でなんか生き残ろうとする占い師を使用して。ただね、3番さんが、白を唱えてる6番さんもちょっと今うんって思ったんですよ。この話俺6番さんにしてたじゃん。5番ってこういうこと発言してましたよ。なんか6番さんの話もちょっと白々しいなって思って聞いてました。6が黒かったら別に3番が音で黒くなるし、別に知ってるんじゃないし、色つけないです。6番か、芯取れなければどうせ負けだから白つってし、8番さんが別におかしい。俺が芯取れなきゃ負けだから、芯取ってる場合を想定して、6番隠し村と多分精査ミス起こりそう。なんつったあと6番が村だったら頑張んなきゃいけないっていう意味も込めて6には色つけません。ことから4のラインも考えなきゃいけないですけど、結局4の話から別になんか、5まで引っ張れる話が特にないですよね。5って一瞬別に内容性ないし、占い師持ってるんだったら占い師ってやってた方が良かったと思うし、なんか私は占い師持ってるから霊能いたら決め打つんですよみたいな発言してたけど、全然信憑性ないんで。まあ、5は偽かなって思うんですかね。ただな、3の6、今の6の発言もうっと。別に6番教授、6番やらかしてる村もあるじゃん。出現します。別に。はい、お願いします。そうだな。まあ3も5も半分しか聞けてないなと思ってて、なんか5番とその5番がローだった時にその相方が霊能で出るとかいう話もしてるのかなって話もしてましたよね、自分。まあ、そこについてはどう思うのかなと思いますけど。で、5番さんは何だろう、8とか7がローだと思ってんだったら、3番は何と思ってます？ 3 番は8、7をしてますよ。だからなんか身内に見えるのかなとか、3番さんはあの5番から引っ張ったら、3番強靭かもしれないし、8、7があるのかなっていうのを精査する。あなたたち聞いてる？一面思いますね。うん。で、一番俺の話汲み取れてないんだから、もう釣られたらいいだって話だから。って言っただけで、それがおかしいっていうか、釣り切るってじゃ、もう狼で俺釣り切る話が入ってるのに、釣り切る話が抜けてんの、7と8は。自分は5番について決め打つって話しか聞いてなくて、肝心の俺釣り切るって言うの、状況によって。なんでそこが抜けてんのって。狼の相方がいて釣り切るって言ってんだ、俺。状況によって。1番についてのおかしいって意見は言ってましたけど、なんかその5から8までのグレーですね。まあ、締め後もグレーなので、5から8までのなんか、精査とかがほとんどなく、なんか1についてだけ終わったなっていうところあるんで、現状疑い師としては1、2かなと思います。6もなんか別に違和感なかったですけどね、5番に対して突っ込んだ内容が、3がその7、8とか押してますけど、5番もそれで押すんですか？なんかその、LINE とかを考えたときにそういう話をするべきなのかなと思いました。ランテージは9番さんが挙げてくれればいいかなと思います。6番って単体精査するんだろ？自分の中でじゃあ7、8、1、2で黒いやつはどこなのよ。マジで聞きたいんだけど、そこから文句言ってくんねえかな、人に対して。なんで単体精査するやつが LINE で話すんだろう、ね、好きじゃないんで。もし本当に票が割れちゃった場合で、かつ、同票が嫌な場合は、俺の投票に合わせてください。くらいですかね。その 1回目の発言で。あ、ごめんなさい。1回目の投票で。8番の発言は2周目は悪くないかなって思いました。で、あと、騎士に言っとくと、護衛は3か9でいいかなと思っていて、まあ、別に5の芯を切ってるわけじゃないんだけど、5番が8に当てた精査って結構めちゃくちゃで、自分は占い師、あ、霊能師のことばっかり言ってて、その占い師の発言をしない人ってことは、俺が占い師だと思わないのかっていう、もう8番にイチャモンをつけてたと思うんだけど、これ間違ってたら、1、2、3、4で否定してほしいんだけど、それだったらそんな誰もが占い師の潜伏ってわかるような下手くそな潜伏してんじゃねえよって思っちゃうから、それを出すんだったらその潜伏占いと価値がないと思ってるから、もうあんまりシーン見れないかなって思っちゃいます。これ切るわけじゃなくて噛まれシーンでいいかなって思ってるぐらい。
なので棋士はまあ3か9超えで、別に9を、なんだろう、9にめっちゃ寄せる必要はないっていう発言です。使えねえだろ、うん。5、3の審議なんて伏線込みで5番が審でしかないってことが余裕でわかる案件で、3番のことを審で見てるし、こいつのダメなところはランテージしないの。役立たずの霊能っていうのは参考の審議つけるの。そういうのではないの。グレーの欄をしなきゃいけないのに、こいつはグレー欄できてないでしょ。騎士で取られそうだったら出といてくださいっていう。もうほんと使えない典型例だよな。使えないやつは占い審議をしてるっていう。霊能の役目ってのはどこを釣るかなんだよ。どこを今日は釣りましょうかなんだよ。一周目をす。どこ釣るかは言えないやつがいるんだからもう。なんか一周目ちょっとハチにちょっかい出したら、のがちょっと嫌ですね。ちょっと仲間が欲しいです、めっちゃ。はい。そうですね。どうなんですかね。難しいっすよね、これね。なんかもう、あんま言わない方がいいか、これは。いや、なんかグレーに行っても、なんか狼いなさそうっていうのは、なんか囲われてんじゃねえってちょっと思ったけど、まあいいや。ほぼ感覚なんで。うん。あ、5、4は絶対ないですよね。占いの進路が、進路で、5、4の過去は絶対ないですよね。4が、まあ2と同じね。まあ1を怪しいぞ、こいつって。8めっちゃ印象いいのに。おかしいぞ、一番、みたいな。言ってんのに、5がそこの4に白を出して、いや、1、2じゃなくて、7、8やって、うん、もうね、9の霊能が使えないの。ないのね、ここの2使えないやつって占い審議できないから。うん、優秀なやつはグレーの自分で怪しいところを釣り位置に決めるの。だって2が1にベクトル向けてて、5が4に白で、俺に対するもう何癖。5が1にベクトル向けずに7か8でしょ。もう日本語組み取れないやつの典型例。日本語組み取れば5番が審。5がローやったら、だから5が2世やったら強靭かなと思ってるんですけどね、俺は。うん。だから3番がもし5番の中身を狼やと思ってるなら4をクロスする必要はないと思ってる。かな。ぶっちゃけグレーわからないです。はい。別になんか白っぽいところ。5番を標準と思ったらどこに二郎構成があるの？唯一思ったのが6番さんが占いの打ち明け進路をつけてるなって思いました。発言から。はい。持っちゃいましたよ、6番さん。占い使いません。6番が黒いんだったら3番釣ればいいんじゃない？明日。2番使いません。3番。それはあなたたちが考えるべきです。お願いします。うん。占いがさ、ちょっと3の時に落ちちゃって、全部は消えてないんだが、7、8釣りたいよね、聞こえてたんだよ。3番ね。それに対して5番、7、8なんだよね。だそういう意味では、5番の方が死んねえかなと思ってんだよな。うん。ちょ、もう、騎士出とこうか。予想してするわ。5、4、3。なんで出る意味あんの ?1、0。出なくていいんじゃない？ああ、7か。7。俺さ、4がさ、違和感だよ。乗ってきてる気がするから、4、7の。2番偽だろ、こんなもんよ。2偽だろ。うん。2番偽だろ。7死んだろ。2番っておかしいだろ。秒数指定必要ねえだろ。で、うん、なんで秒数指定なんの？どうしよう、これ。占いから行くのかな？どうなんだろう。あんた指定7番偽だろ。占い行くならまあ5って言ってたから5行く？俺対抗行ってもいいと思うけど。クロス越えする？クロス越えしようか、じゃあ。なんで出ねえんだよ、9番の位置で。だったらよ。9番の位置で出ねえんだよ、岸が出ろって。みんな考えて占いって。9番は護衛し、自分に護衛してほしい方に入れて。なんであなたは9の1で出ねえの、まあ、で、こんな迷惑かけてんの、死んだったら。クロス越えで行こう。9の1で迷惑、自分の1で出て、9がクロスも組めない状況で、乱もしてくれない。対抗に乗っかってるのはちょっと真に見えないっていうところかな。それだけでなのか？ 3 番強靭かもしれないし、ライン切ってるかもしれないんだぞ。どういう意味なのか説明しろよ、まず。2番がおかしいだろ。なんで9の1で出ねえんだったらよ。3番。出りゃいいだろ、今のタイミングよ。発言します。2、7比較の場合は2番の方が偽かなとは思っている。2番目線で少なくとも5番をどう見たかをまず必要かなと思うんですよね。人狼、巨人。その時に、俺は5番に関しては巨人目は十分あり得るかなとは思ってはいた。
ていうのも5番目線で3番が7、8を1周目疑っている視点から3番がライン切っているのかどうか、5番が白が出る前提が分かってる発言してる時点でもうローか何かなんだよ。7、8をそのまま同じ点でもう3が2線が分かんなきゃダメなんだよ。3番を5番の人狼があるけどクロスして5番考察になっているわけなんで、 1、2で5番つった場合に白が出る前提の話をしてる。自身が強靭だから対抗の狼を追わなかったっていう可能性が十分にあるかなと思ったかな。1、8のランテージでいいと思っています、9番さん。で、個人的には7番霊能で、いや、2番でいいだろ。自分守ってほしいな。で、2番霊能でいいかなと思っています。1、8であれば、正直、2周目1番の方が怪しいかなとは思ってやりました。8番に対するアンサーとしては、そもそも5番が狼人で見てたら、2番にしたら2番釣りでいいでしょ。7番が9守れば良いでしょ。違うんですか。出るっていう夜会話をしたとしても、もうマジで驚くんだけど、そもそも盤面状況で出る必要性は低いわけなんで、そこを考えずに8番は5番に対して指摘してるなって、5、3の真意で3、2、0だよ。ないよねっていう感じかな。2だって5強人お城が見えてるような見えるかのような話伝われた場合に、1番ってそこに対する2番が陣外なのに2番じゃなくて1端行きます。思った時にはまあ1番こんな偽要素満載なのに、こういうのを芯で見るやつらばっかりだからかな。こんなものもう誤芯で決め打てないものはマジでやばいよ。理由を述べたよ。まあ1ロジカルで言って明確におかしなこと言ってるよ。4番さんが発言します。はい、私ね、正直言うとね、産後の精査ってできてないんですよ、どっちが真とか。で、三段さんは結局私が分かんないでしょ。だったらクロス占いするべきだよ、三はね、真だったら。で、今日は一応としていいと思う。だって27ってさ、何キシキシなんでしょ。これさ、逆パターンでさ、何霊の占い師日常盤面と一緒なんですよ。ただ霊能と騎士が変わっただけの話で。だけど、騎士で、2枚出るんだったら、もう徹底して、何クロス声で守っていけばいいじゃんって話だから。はい、でなんで27の騎士釣りできねえのこいつら。5番さんは6占えばいいと思うよ。9番さんで例のですね。なんで1釣りになってんのか説明してほしいよ。生き残るためじゃなくて、持ち越してもいいわけ。俺は遺言残せないけど2番投票するよ。強人がじゃあ2番に投票できんの、はい、それを考えなさい。5番がいい。3番さんも5番さんも7、8が怪しいって言ってるんでしょ。じゃあ7番が偽なんじゃねえとかって思うけどね。この盤面だと2番が変じゃねえかよ。両山氏が。この位置で出るんだったら9の位置で出たらいいだろう。おかしな話じゃん。そっから釣るってマジで驚くよ。なんで1番釣るんだよ。確実に1からでしょって思ってます。私は1しか行きません。投票してください。アバターをタップして選択できます。いや、太鼓は釣らない。正しいことをやって負けるべきだから。白が出た場合、2番投与してる俺が教授に見えてんだったら、もうそれはもうゲーム引退すればいい。投票を終了しました。メッセージを伝える。解放されるのは1番さんです。1番さんが発言します。ちょっと待って、この盤面俺からつってどないすんのよ。4番さん、まあ1が好きなのはわかるよ。愛は伝わったんやけど、とても。ただこれ俺からつるじゃん。でこれ騎士と占いが2枚残ってるじゃん。これ明日だから占いの決め打ちをして、で騎士の決め打ちをして両方成功させてラスールを釣らなあかんのよ。あと3なのでできる？できる。4番さん多分ね、4番さん村で言ってると思うんですよね。で、その4番さんに乗ってきてるのが陣外と思ってて、まあ3が偽かなと思ってるね。まあ2周目あの1に対してなんか言ってきたけど、僕って3の真偽に関しては一切何も言ってないので、なんかね、僕の1周目の発言をなんかまだ言ってるなって思ってたんですけど、だって3の投票先1はやばいでしょ、さすがに。え？どういうことだよ、おい。おー。
夜になりました。占う対象のいや、ここはもうシンプルに隠し色作っていきましょうよ。いや、6か8を占えばいいのだから。あ、ちょっとあの一番釣られないんだったら8か1言わなくてもいいんだけど、あの別に芯取るためじゃなくて、まず一つ一つ色をつけていきましょうよ。みんなの視点を詰めていきましょうよ。それだけ。6でも8でもどちらでもいいです、別に。あ、違う、二投票してる6が1言ってるから、これなんでだろうっていうのは、やっぱりそうだろう。人狼でした。うん。8番の投票はまともだったから。昨夜襲撃されたのは7番さんです。8番さんが発言します。お願いします。9声6黒4黒はーい。で1白ね。うん、まあとりあえず今日は2釣りかなと思いますけど、なんか2の新要素ないかなって思ってましたけど、出方的にですね、なんか出とこうかなっていうならもうちょっと早く出ればいいし、7番さんって2番が出たからちゃんとあの対抗で出てきただけで、で2番さんが強靭だった時に追っかける理由はないはずなので、まあ2番釣りかなと思ってますね。でどうだろうな、現状3がなんかその5に対して霊能のこと言ったことがなんか8の筋は通らないって言ってますけど、別になんか順番がどっから始まるか分かんないから別に夜会話してておかしくないと思いますし、一発目に出てきた5番さんがその予定だったらその話をするかなと思いますけど、全然通る話だと思いますけどね。と思ってますね。で、まあ、なんかその4番さんは護衛指示をしてほしかったなと思ってて、なんかその9番さん守ってほしい方に入れるべきかなと思いました。まあそれぐらいかな。まあ、現状、そっかな、隠しろ。隠しろですよね。8隠しろで。なので、まあ、頑張りますけど。まあ、とりあえず2釣って、エース。まあ、3、5がお互いに占い合えばいいんじゃないですかね。っていうところぐらいですね。ユーバーさんは、その、なんだろうな。まあ、3、6か4、5、どっちだと思います。9番さんが発言します。そうですね、今は3、6に見えてます。あ、まあ3、6っていうか3ロー、6ローってわけじゃなくて3が2世方面で見てます。今日は2釣ります。2釣って9噛まれて、ごめんなさい、8に重荷を貸してしまうが、まあ8は売らなくていいよね。確実に白だよね。強靭でもないよね。だよね、全人外露出してるもんね。35が、6黒、3が4黒だもんね。うん。いや、まあ、正直、ごめんなさい。俺は2、2、1になったら、占いに行くか、狩人に騎士に行くかっていうゲームだと思ってるんですけど、グレーに行くっていう言い出す人がいると思ってなくて、あんまり、そこはちょっと楽観しちゃってごめんなさい。まあ、正直、グレー行くのはないっす。確率っす、確率。2分の1で人外が釣れる占いか騎士だけど、グレーの場合って4片白含めたらもう4分の1、もしグレー本当の缶グレーの18から釣った場合って、今回みたいに囲いが起きた場合って2分の0で絶対当たりないから、だから1に投票した人めっちゃ黒く見えますね。まあ5も2に入れるんだったら3に入れてほしかったなって思ったけど、まあ1に入れてる方が偽っぽく映っちゃうかなって思う。まあこの発言というよりはもう投票だけで言っちゃってますが、まあそれに一応8に遺言で、別にこれを組む必要はないと思うんで、この発言聞いてからお願いします。今日2つにね。2番さんが発言します。まあ霊能の真がわからないんだ、これでね。
うん、俺が死をした理由ね。7、8釣りに来ようとしてたじゃん。そこ。だから釣られ懸念があったから出ただっけ。ね。で、時系列考えてほしくて、俺5は、5の発言って2回引いてるのね。で、3の発言、1回しか聞けてないのね。俺の後だったのね。3の言ってること、グレー行くがおかしいでしょ。対抗行くでしょ。あなた目線、陣が確定なんだから。でそれに乗っかってる4もわけわからんし、その、おかしいんだよね。3、6だとは思うんだが。おかしいのよ。うん。で、5が怪しかった理由って乗っかったから、対抗に乗るのおかしいかなと思ったの。だからそれ以上に3が言ってることおかしくて、なんでグレー行くの？あなた目線、俺が偽だと思うなら俺行くって言えばいいじゃん。それだったら。うん、そういうのが、普通なら対抗行くでしょう。5もそうだけど。まあ5はまだ俺が偽だと思ったんでしょ、発言聞いて。自分を疑ってるわって。ね。5は。そう思ったから入れてきた。まあわかるよ。感情で。ただ3が1に行く。しかも対抗の城先に乗っかっていく。ね、それで心理やってんだろ。ちょっとおかしいし。で、自分でやってる行動を考えた方がいいかもしれないね。3番って。うん。そういう意味では3が、銀、陣外で。3、6。まあ、7の地紙もあるかもわかんないけど。3、6、7かな。ってことで。まあ、俺釣りになるのようわからんけどね。噛まれてるからかな、対抗が。それだけのこと？俺のが明らかに言ってること死んだけど。3番さんが発言します。9番も2番も。と思いました。もう一回言うよ。3番5番に新郎で、2番7番に新郎じゃない限り、グレー、それぞれの目線で3分の1で人狼がいます。2、それに対してグレー幅を狭めた上で、占い先を絞る行為が偽だ、人外だって、どんな理屈で9番さんと2番さんは3番を偽主張されているのかが教えてほしいです。少なくとも9番さん、2番さんの言ってた、占い師から着手だ、騎士から着手するっていうのはそもそも論として何一つメリットがない行動だと思う。例えば3番が5番を釣りしました、白結果が出ましたってなった時に、仮に黒が出た場合、3番目線では9が護衛が入ってた場合は間違いなく3番が噛まれなかった場合決め打ちが成功しますけども、そうじゃない限りは少なくともグレー詰めをするのがメリットしかないです。はい、まあ、まともな発言してください。と、そもそも4番の黒予想としては、4番目線で昨日8番村でしかないということを言いましたが、4番の中で言語化されずに8番を村で弾いた、なおかつ3番5番で新郎で置いた上で8番が、その7、8がそもそも人狼位置ではない可能性を示唆していましたが、3番って5番を強靭の可能性十分あり得るよねって考察を出している上での精査をしてて、で1番8番であれば1番の方がおかしいよねっていうことから釣り先を提示しているわけです。にもかかわらずそれを人外要素として3番を主張するのであれば、そもそも論として通らないです。4番さんが発言します。はい、私はね、3番から黒もらってるからはっきりしてるんです。5番が真ってことかで、まあ、3番から行きたいところなんだけど、9番さん2番とかないよ。ないない。2番さんは5番さん守って、9番さん結局さ、2番ちゃんがさ真だったらさ、9番さん6から行きます。はい、確実に人狼を落としていきます。だから63なのか、はたまた7で落ちてるか、私はここで見たい。はい、まあ、どっちみち2番手つけたとしても、待って、2番手つけてどこ噛んでくる。いや、ロー2機残す必要性はないから、まあ、3番がローだ、つまり占いが進路で走ってんだったら確実6って人狼だから、だから6からとします。あなたの発言です。はい、占った理由は86どちらでもよかったですけど、投票行動見ました。
はい。マジバンの方が騎士に行ってて、6番ってグレー行ってるから、おかしいから占いました。はい。黒でした。本当はね、6に色つけないで、発言おかしかったじゃないですか、2周目も。うん。反対政策する人がね、どこも釣り値上げないで、俺が言った7、8に1アンモンつけてるんですよ。自分は釣り値上げてないんですよ。5番の単体政策で7と8がおかしいって言ってるんですよ。6番は単体政策する人がね、どこも釣り値上げないで、文句言ったけ言ってるんですよ。で、3番が7、8押したから、いや、6番さんの大好きな単体政策をしておかしかったから7、8を釣ろうと思っていたって言ったんですよ。5番にとっては正しいんですよ、それが。あんたらが1アンモンつけれないんですよ。単体政策。5番の単体政策だから。6番は釣り値も上げてないんですよ。あとグレー釣り。おかしいんですよ。あ、3番の偽予想言います。2、2番目で、5番釣ったら白が見える人の発言してるから、まあ6、3ローロでしょうね、おそらくね。3番、占いますけど。はい。黒もあるんですよ、5番の人に。うん。でね、5番後強靭だったら、うん、釣り値は絶対2番か7番です。あ、察しのいい人はね、5番のやったプレイってね、神プレイですよ。2投票してるってことは、優れてるやつは速攻わかる。5番は強靭ではない。強靭なら3投票するんですよ、絶対に。2番に ?2 番がローかもしれないんですよ。2番釣られたら困るでしょ、強靭だったら。そうなんです。5番の白結果が見えた場合、2番投票してる5番って真なんですよ。それを伝えるためだ。今日6番釣ります。はい。その後3番、2番。まあ、3番の色付けします。はい。3番して5番黒あるんですよ。白が出るって分かってるんでしょ ?36 ローロ。はい、6番いきます。はい。6番さんが発言します。はい、お願いいたします。っていうところでね、4番さんの黒要素を言うね。霊能が西を、この状況ね、7と2が騎士が出てるでしょ。同じだよねって言ったよね。霊能の西を釣り切り。この場面、西を、7、2が釣り切りみたいな発言を言ってたでしょ。これね、4、5だから2の強靭わかんないわけでしょ。7と2がどっちが死んで強靭か人狼かなんて人外わかんないでしょ。だから私を釣りに誘導してんの。4番さんの発言思い出してください。霊能の西尾と4番が悪いよ。秒読みで2番たちが4番行って3票固まって8球がもう2番行ったら秒読みで負ける可能性があるよ。7番さん噛まれてる。でももう8番9番がそれでももう覚悟決めれなかったらそれでいいから、もう4つられて負けたらいいんだ。で5番さん言っとくけど、1周目さ、あなたさね、その霊能とかっていう発言に対して8番さんを雑に殴ってるわけでしょ。で4の相方が、いや8番さん一番印象いいですよって。なので、私はもう2番さん行きます。私市民なんで安定志向って私は言いました。一周目で行こう。7番さん噛まれてる状況、2番さんがどっちなんだか分かりません。気持ちを示すことはできる。票割れしない。おそらく8球が入っても36はおそらく2番に流れる。 4番多分3票入らない。はい、票割れしない。行こう。6番行こう。4番に言うと票割れの可能性がある。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは2番さんです。2番さんが発言します。はい、わからんかね。これで2番が強靭でさ、3投票するってのはよくわかんねえんだよな。俺ちゃんと言ってるよね。テーザーができてない強靭が真。じゃあ7番ってなんで出たの？スリーチに上がると思った、うん、7が。わかんないのかな、これが。だから、例がランテージしないことから2、2番目になるんだよ。3の発言を聞いて、わかんないのかね。9もだって3が偽だと思ってるんでしょ？それで俺釣りなんだね。ようわからん。
まあ話すことはない。いいぞ。まあ3がローなんじゃないかなと思うけど。二行人も別にゼロじゃないから、つっていいよ。表読みだけしてただけだから。どっちでもいいんじゃないですか。8番9番が長期戦選ぶなら勝手にしたら。あとね、9番が何 ?5 番が死んだと思ってるって言いながら投票5番だぜ。マジで驚くぜ。3の発言聞いて、占い結果が人狼でした。何一番白が見えたから、俺が死んだと思ったとか、そんな世界線だったら言えばいいのになんで言わねえんだろうね。時系列おかしいだろ、この霊能よ。ご投票して、なんか3の発言聞いて、2週目聞いて、初日ね。5番が死んだと思いました。だったら3投票だろ。だったら3投票だろ。マジで驚くよ、ほんと。マジで驚くっていう。3番さんが発言します。まあ言うことをまず3つかな。まず5番さんが3番に対して何か言ってましたけども、3番は白の場合黒の場合それぞれを仮定した上で言っています。そもそも占い師は釣り切り盤面ではないですよって、騎士から着手するべき盤面でもないですよ、その上でグレーから釣るべきですよ、うん、ここまで説明した上で5番さんは3番に対して浮いていもない上げ足を取ろうとしている人物です。自分は白でも黒でもそれぞれ占い師から吊るす必要性はない、騎士を吊るす必要性もない、グレーから着手するべきです。ラストウルフを探す場合のための進行論としてグレーから着手するのが筋として通っています。にもかかわらず9番と2番はそれを理由に3番を偽だとか言ってましたけど、それを否定するのであれば騎士から着手する利点っていうのは何だったんでしょうか。人外が露出してるわけなんで、そっちから先に吊るすべきじゃないのかっていう的外れな考察を出されていましたが、それは論として通らないです。決め打ち盤面に関しては少なくとも決め打ちは1回で十分です。振り切りはする必要性がないです。グレーから着手する必要性があります。はい。それと、あとは4番さんに関して、4番目線で8番を村で評価できる要素は何だったのか、これを言語化せずに、3番、5番を人狼、神狼で置いたときに、そのときに8番は弾けるからねっていう考察であれば、そもそも3番は5を強靭の可能性を追っている人物に関する精査をするべきが5番です。にもかかわらず4番です。4番は8番を村で弾く必要性がないです。以上。4番さんが発言します。私は8番さんだけに言うね。そもそもがさ、3がさ、4黒打ってさ、5が6黒打ってるわけ。だから私は芯がわかるの。3が偽ってことがわかるんです。で、2番さんって、9番を守ったって、護衛しましたって貼ってるじゃん。だから、わざわざ2番に行く必要性がない。わかるかな？つうかさ、8番さん、まあ、9番さんも間違っちゃってるから、そもそもが。絶対、6行って。じゃなきゃ負けるから。6ね。3じゃなくていいから、6行って。まあ多分ね、この感じだと、7で6、2が死んで、7が強靭で落ちてんじゃん。だから6いけばわかるから。6で終わんなかったら7強靭で、3がロー。だから、6、3、ロー、ロー。あ、待って、5番が3黒出してるから、まあ3、ロー、ローだね。はい。8番さんは、わかってくれる？あなた村でしょ？これ分かんなかったら負けるからね。6だよ、絶対に。以上。あなたの発言です。はい、じゃあ64のランで6番いきます。63ローローでした。6黒見えて、3番はもう2周目にね、5番が強靭、そうなんですよ。5番が釣られた場合の、ことを考えて白結果が落ちるかのような考察してる時点で、あ、人狼だなと思いましたけど、この村ね、占い審議できてないね、面白い村だったんで、2投票しましたよ。そしたらね、5白見えたら、
これから勉強するんだよ。5番の人が白見えて2番に投与してる時点で死んだからね。強人だったら3投与するから。おわ、1番を村だと思ったら1投票。27ってどっちか2分1でローだよ。2番の方がなんか偽臭かったじゃん。うん、だから投票してる時点で5番が真、こういう風に勉強するんだよ。ね。俺は遺言残す気なかったから。これくらいできるようになれっていうメッセージを伝えたんだよ。俺が真だっていう証を。偽であれば3投票しますが。はい。まあ6番についてはもう投票コードで見ました。はい。そしたら黒だったって昨日言った通りです。はい。3番に関してはもうただ占ったんですけど、まあ、初日の2週目でもう、あのね、5番の黒の星座が飛んでるから。うん。はい。5番白が見えた場合、釣り入れられるのを恐れたんでしょうねっていう。グレーから行く進行ないから。うん。もう、驚くわ。4番疑ってました、初めから。よくわかんないですけど、3の人って。7、8疑ってて、1番釣るって言ったり、4番占うってどういうことなのかなっていうところを見ればわかると思います。6番行ってください。以上です。はい。6番さんが発言します。はい、お願いいたします。ということでね、あのさ、私、5番さんの次の2番手なの。ね。発言を聞いて1週目2週目で4番さんは私さ遠方寺での4番さんって3号の占い審議がつけられない、じゃあ1番さん怪しいから1番さん行きましょうって4番さんからグレーの発言を言ってるのね。8番さんで私はその4番さんが占い審議できないっていうことで4番さんは村と思ったのね、1日目で私は1番さんの、投票入れた理由ちゃんと言うね。1番さんこう言ったの、いろいろ考えありますね、 LINE が、LINE もできない人もいますねって、どうするの、8番さん勘ぐれするのって言ったところに対して、えこの人の発言って村なのかなって、で8にちょっかい出したから仲間が欲しいっていうその発言で私あれ1番さんって人外じゃないなと思ったから1番さん投票、4番さん村と思ったから、でも私は5番さんから黒もらったから54って見えてるのね。4番さんから1行きましょうって言ってるの、わかる？8番さん私市民なのだから4番さん行って、4番さんで確実あの私に来ると村崩壊して負けちゃうので残った、ね、9番さんの、ね、役の指定に2番さん行きましょう。7番さん噛まれてるの。8番さんが発言します。はい、お願いします。間違えたら申し訳ないですけど今ちょっと3点だけ拾いましたね。6番って1を白置きしたのに1番に行ったんでしょ、今の発言だと。で、2点目、4については、なんだろう、8を白置きしたときに、4号ローだったときに、どっか黒塗りをしないといけないんですよね。なのに、白置きしたときに、やっぱ首が締まると思うこと。あと5番が言ってることが全てかなと思って、3から5に黒が飛んだ時点で、5番がローだったとき、4号ローで、2か7に強人が走ってるわけじゃないですか。なんかそこ間違えたら痛くないですかって3番が接続切れになりましたけど、まあ間違えたら申し訳ないですけど6に行きますよ、うん、最初のは多分ね6はね一応人狼だと思ったみたいな発言、ちょっと紛らわしかったけど、間違えたら申し訳ないですけど6は一応ね設定上一応人狼だと思ったから投票したみたいな発言にはなってるとは言っとく。まあ、普通だったら紛らわしい言い方、ちょっとね、この6番の言い方がね、一番村だと思ってるような感じで、4号ローだった時取られかねない発言だったけど、2とか7にいけないでしょうし、ちなみに言っとくと、一応ローだと思って釣ったとかっていう。まあ、2のシーンはあるかもしれないですけど、なんだ初日は2が偽かなと思っておいたんですよね。2のシーンか偽か分かんないけど、うん、これ4号ローで見えてる教授やっぱり芯を終えるかなって思う。でもさ、7番の方が1いってんだけど、これどういうことよ。
4五郎が追えなくなってる感じですよね。この6番ってさ、昨日も市民使用してるよ、これ。人狼でもやるんだね、この人。間違えてたら4五がうまかったってことで。以上です。これさ、村でも人外でもやるから、この人の市民使用で信用ならないことになっちゃうよ。6番さんに言うと、それをやんない方がいいよ、もう村。昨日もやったでしょ？村の時だった、昨日は。今日は狼でやりました。じゃあもう信用されないよ。もう狼の時に封印した方がいいよと、例えば。村だけやったらメタが入るけどね。まあいいんじゃない？投票を終了しました。グレー釣りがまずかったんじゃない？追放されるのは、6番。この瞬間、勝ち確定です。はい。なかった。6番、3が、発言します。これで僕らの村確定です。3の破綻。3番、3が、実施しました。厳しい戦いだった。どっちなんだろう、2-7は。ああ、2-4やね、やっぱり。